乱獲島でできた甲柄灰。山島省所上市、しめこ遺跡から1976年に出土した、辰山文化の陶器辰山文化は、中国北部の甲賀中流から下流にかけて広がる、新石器時代後期の文化である。黒刀が発達したことから、黒刀文化とも言う。辰山文化は、中原辰山文化及び山島辰山文化に分かれている。 三島達山文化は、高架下流を中心に存在した大門校文化に、続いて現れており、河南達山文化は、甲賀中流に存在した、行商文化に続いて登場している。達山文化は、甲賀流域のそれまで異なった文化が栄えていた、地域に広がっただけでなく、商工流域など後に、漢民族の文化が栄える、地域一体に影響を及ぼした。 乱獲刀でできた甲柄灰。三島立山文化の出土品、三本足の調理器。三島立山文化の出土品立山文化の範囲、達山文化は、三島小東部の小級県立山鎮にある、白子掛けで1928年に遺跡が出土し、1930年以降、本格的に発掘されたことから来ている。達山文化の特徴は、 高温で焼いた、灰当、黒糖を中心にした陶器の技術の高さにあり、器の薄さが均一であることからろくろが使われていたと見られる。特に乱角糖と呼ばれるものは、器を卵の殻のようになるまで、薄くした黒糖の陶器で、さらに磨きをかけて黒光りさせるか精細な文様を彫り込んだものである。これは、甲賀流域のみならず、 長江流域や中国の南部海岸付近でも発見されており、立山文化の広がりを示している。一方で、長江中流域の靴カレー文化も配当、黒糖を特徴とする文化で、河南省付近にまで影響を広げており、立山文化が長江付近の文化の影響を受けた可能性もある。陶器の生産の効率の上昇は、出土する陶器の数や種類が、 前の文化に比べ増大したことにも見られ、金谷や歴、高柄坂月など、調理器や食器として使われた多様な黒糖、灰糖の陶器が出土している。陶器のほか石包丁など、石器や、国器などの武器や道具、翡翠などの玉なども出土している。辰山文化の後期には、青銅器も出現しており、陰代修大の青銅器時代に入る。 過渡期であったと考えられる。立山文化の社会に現れた大きな変化は、都市の出現である。初期の住居は、縦穴式住居であったが、やがて柱や壁を立てた家屋が出現した。また土を突き固めた城壁や堀が出土しており、特に、山西省、城川県の当時郷の南で発見された先生、立山文化の遺跡、当時遺跡は、 辰山文化の都市遺跡の中でも最大級のものであった。農業や手工業の発達も特徴である。先世省の伊賀周辺では農業と牧畜業が行商文化の時期に比べ大きく発展している。米の栽培も始まっており、海湖を育てる養産業の存在と小規模な木の織物の生産の開始も確認されている。 動物の肩甲骨を使った占いや、不術も始まっており、宗教も出現していたと見られる。農業などの発達により、社会の生産に余剰が生まれ、私有財産が出現し社会の階層化が進み、不健性社会や階級社会が誕生した。中国の新石器時代の人口は、竜山文化で一つのピークに達したが、竜山文化の末期には、人口は激減した。 同時に、墳墓の副葬品から高品質の乱獲等、黒糖なども見られなくなった。辰山文化の前期は、紀元前3000年から、紀元前2600年頃で、紀元前2600年頃から、紀元前2000年頃が後期とされている。また、辰山文化は、甲賀流域の地形に合わせて、中原の河南辰山文化、伊賀沿いの先生辰山文化、 高賀祭下流の三島立山文化など地域ごとに様々に文化しており、特に後期になると文化が明確になる。イガソイは後にシルクロードと呼ばれる祭域への交易路の起点であり、中国の歴史の中心の一つとなった。グアン・チーちゃん、The Formation of Chinese Civilization, ジ n a r c h ペ e o l o g i c a l Perspective, 2005, イエールユニバーシティ i t y 384。 ページーズ ISBN 0300093829ありがとうございます。